はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断を続きをプレイしていきたいと思います。ここまでにですね、太平洋からアメリカ艦隊を駆逐するという作戦を、引き続き行っています。ハワイを拠点に、奪取したハワイを拠点に太平洋からアメリカ軍を駆逐。その一方、インド洋方面には一度打倒したイギリス艦隊が再建の後集結していると、そういう状況が見て取れますので、この辺りはしっかりとイギリス軍にも対応していかなきゃいけないかなという状態になってきています。で、今インド方面に展開中のイギリス艦隊なんですが、全部で4個艦隊、一部は大破させているんで、出てこないであろう第2艦隊、その他の艦隊でいうと、こちらの第5艦隊、これ空母2隻入っています。イーグルとブルワーク、これが空母になっています。で、数はそんなに、多くはない。飛行機の数はそんなに多くはないんですけど、そうは言ってもやっぱり空母は空母で邪魔くさいので、これはね、しっかり叩いておきたいかなというところになります。敵の空母ですね。これが第2艦隊で、ごめんなさい、第5艦隊ですね。で、第7艦隊には、重巡洋艦クラスが、いくつか入っているという艦隊で、第9艦隊も同じく、そういう状態ですね。で、ここには敵の潜水艦も混じっているっていう状態なので、これらの艦隊と戦う時にはしっかり対潜水装備もしておかないと、一方的にやられてしまうというところになりますね。で、一方、味方艦隊は現在のところとこの第2艦隊のみしか展開できていないので、急いで増強する必要があるというところになります。で、源流海と、あとは、雲閣が空母として入っているので、まず源流海の方はですね、艦載機を増やしているっていうのを前回行っています。で、雲閣の方も、フルフルで搭載している状態なので、これでしっかりと対応していくというのと、あとは、基地航空隊ですね。基地航空隊で、なんとか賄っていく必要があるのかなというところで、航空機の数はご覧の通り、もうほぼほぼフルフルで、航空機配備していますんで、今回も航空機の配備をしっかり確認しておきましょう。まず第一飛行場、これ一番最初に敵の爆撃にさらされる、あるいは敵の砲撃にさらされるところなんですが、ここには天山と水星海を中心に展開しています。爆撃機と雷撃機、いわゆる魚雷攻撃が可能な攻撃機ですね。で、あとは第3飛行場を先に見ておきますか。第3飛行場も爆撃機を中心に水星179機。合計249機、250機ですね。で、あとはこちらの第2飛行場にも同じく水星、天山、この辺りを配備しています。もう少し足の長い陸上の攻撃機も配備しておきたかったんですが、これがちょっと間に合っていないので、その様子はこの後ね、ちょっと皆さんと一緒に見ておきたいと思います。で、ハワイ方面はというと、今だと3個艦隊といっても、そのうち2個艦隊は潜水艦隊なので、事実上第1艦隊のみですね。空母は正規空母があたかだけで、軽空母千代だと竜城という陣容で、戦艦は、越後、陸奥、駿河、榛名の4隻になっています。主にここはね、主力第1艦隊で、敵にとどめを刺すということをやりつつ、潜水艦隊第7、第16の両潜水艦隊で敵の戦力を削っていくっていう作戦になるかなというふうに思っています。では早速、艦隊の編成を終えたので、このまま進めていきましょう。提督乗せられる源流海に、誰か提督が残ってるんだったら、磯六さんでも乗せますか？磯六さんでも。磯六を乗せておいて、で、その他の艦隊の状態もちょっとこの次のターンで見ておきましょうか。ドイツが5000円提供してくれたってのはありがたいな。
で、以前作っていた防空戦艦が開発可能な状態になりましたというところですね。あとは潜水艦が3隻。これが就航になります。で、現在の主な作戦目標としては南太平洋の攻略なんですが、これは現在進行中なので、今月中になんとか南太平洋は攻略しましょう。では、まず情報活動ですね。その南太平洋の状態が全くわからないので、南太平洋に再びスパイを送り込んでおきましょう。で、兵器開発もやりておきたいんですが、ちょっと兵器開発に回す余裕が正直ないので、どうしようかな。ここはシナノでも作っておきますか。シナノはただね、搭載機の数がちょっと少ないっていうのがあるんで、そこだけがちょっと難点なんですよね。まあ、いわゆる装甲空母と言われる部類のものになっているんで、シナノ自体はね、非常に防御力が高いんですけど、そうなると雲竜を作るか飛鶴を作るかっていうところになるな。まあ、そうなると雲竜になるよね。雲竜でも作っときますか。そしたらで、航空機の方なんですが、これがね、間に合っていないというところで、今紫電海、これは作っておきたいなというところなんですけど、紫電海を作る余裕がちょっとないんですよね。なので、ちょっと一旦見送りましょう。先にやることをやってお金が余ればっていう感じですかね。で、技術開発のところはしっかり入れておきます。こんな感じで、お金が全然たまらない、鉄も全然たまらないっていうところなんですよね。では輸送船を、まあ、できるだけ作っておきたいので5隻ほど作りましょう。で、早速その輸送船を配備しておきたいんですが、マラッカとかでね、さっき潜水艦、敵の潜水艦に沈められたっていうのが情報として入ってきてましたけど、ここには輸送船の数が全然足りてない。マラッカに輸送船配備しましょう。鉄が欲しいんですけどね、お金よりも鉄が今欲しいんですが、まあ一旦これでいいでしょう。でだ、続いて艦船の製造ですね。ちょっと今余裕が全くない状態にはなってるので、まあ、これをなんとかね、キープ維持するために潜水艦をまた例によってガリガリ作っていきましょう。今回のターンはちょっと残念ですけど、潜水艦しか作る余裕がちょっとなさそうな感じがします。まあ、潜水艦を作れるだけ作っちゃいましょうか。まあ、まずはね、どうしてもアラビア海、まあ、インド洋方面のイギリス軍に対応するための即戦力として安く早く仕上がる潜水艦を大量に用意したいんですよね。で、ハワイはハワイの基地航空隊の増強を行って今の艦隊戦力だけで持ちこたえさせたいなというところになります。ではさっき新たに3隻の潜水艦が就航してますので、これを第8艦隊として新設。その上でこの第8艦隊を、これはハワイ方面へ転戦させます。ちょっと言ってることが矛盾してますけど、ハワイ方面に振り向けてる理由は今月中に南太平洋を攻略しなければいけないので、そのための戦力になりますね。で、その他の艦隊の状態見ておきましょう。時間が少し前回から空いてますからね。まず第1艦隊、これはハワイに展開中。第2艦隊はインド洋に展開中です。で、空母艦隊の第3艦隊、これは今インド洋方面へ、転戦をさせる最中になっています。で、一応ね、艦載機も充実している状態になってますんで、これはこれで良しとしましょう。で、
第4艦隊は同じくインド洋へ向けて転戦させる最中です。で、第5艦隊、これもインド洋へ向けて、今振り向け中ですね。第6艦隊もインド洋に向けて、今航行中で、第7艦隊はこの後ハワイへ到着しますと。で、第8艦隊は今作った艦隊ですね、ハワイに向けて移動中です。第16艦隊もハワイというところになります。ではこれでターンを送っていきましょう。結構あれだな、沈没させられてるな。で、肝心の南太平洋のスパイも捕まったと。インド洋から戦略爆撃機4機ね。そうするとだ、うわ、むちゃくちゃだな、これ。史上最大の51センチ砲弾を発射可能な主砲塔。これすぐにでもやりたい。すぐにでもやりたいですね、これ。いやー、やりたいけどなー。あとは進行材の2にですね。さらにジェットエンジン。ジェットエンジンもやりたいなー。新型エンジン。お金が全く足りないですね。まあ、優先順位をつけてちょっとやる必要があるかなっていう感じはしますけど。そうするとだ、まず諜報活動ですね。南太平洋がどうにもならないな。で、兵器開発はジェットエンジンを先にやりますか。ジェットエンジンを先に最優先で。14周もかかるんだな。ちょっと先が長いな。で、航空機もちょっと今更先週やっとけよって話なんですけど、試電回を入れておきましょう。で、これでお金がなくなったな。技術開発はそのため今回は薄く200ずつしか入れられないですね。で、代わりに物資援助で再び5000送っておきましょう。ていうか、ドイツ第三帝国からお金をちょっとちょうだいよって言いたいな。お金10万持ってましたよね、今、ドイツ。いや、10万あればな。まあ、鉄が足りないというのはあるんですけど、そうだな。今回、輸送船を作っておく必要があるな、先に。輸送船を作りましょう。となると、今回は戦力の増強はできなかったということになるんで、それはそれで困りものだけど、しょうがないですね。鉄が取れるところ優先でやりたいな、今回は。マレー沖に関して言うと輸送船がゼロになってる。いや、鉄の数が足りてないですね、本当に。そうなると、インド洋の方なんですが、艦隊ですね。潜水艦が5隻入ってきてくれただけか。もう一旦欲しいな。もう一旦あればもうちょっと戦力が回復できるんですけどね、インド洋方面も。じゃあこれでターンを進めていきましょう。よし、ドイツが5000だな。南太平洋の状況を見ると、飛行場が1個71機、さらに第14艦隊が入ってるだけが、これだったら叩けるな。次の段で攻撃隊を発進させましょう。でだ、まず技術開発は薄く、苦し紛れって感じもするんですが、入れておきましょう。で、物資援助はもういらないだろうって思われてるとは思うんですけど、しっかりと
ドイツに石油を売りつけておきましょう。で、輸送船ですね。これをじゃあ、4隻ほどまた作って、で、今回は飛行機もちょっと作っておきましょうね。艦上爆撃機の彗星を、そうだな、50機ほど生産できるんだったら生産しておきましょう。で、あと天山ですね。視聴者の方から、偵察機も作った方がいいんじゃないのっていうコメントをいただいている、まあ、まさにその通りだなと思ってるんですけど、ちょっと正直言って、偵察機を新たに作る余裕が全くないと。いや、でもこれ見ると画面の右上、輸送船の数不足分73隻になってるな。全然足りてないってことなんだよな。確保している海域の数で言うと、それなりにというか一番多いんで、入ってくる資源量も多いはずなんですけど、いかんせん、全然輸送船が足りてないんですよね。鉄が取れるところ優先で。やっていきましょう。とにかく鉄が足りないんで、今は。南シナだな。南シナは鉄がそれなりに取れるんで、南シナ重点的に配備していった方がいいかもしれないですね。では再び艦隊を新設して、出来上がった艦隊、船たちを配備していきましょう。漏らさず、これらの艦隊をどっちに差し向けるかなんですが、これらは一旦は第9艦隊としてインド洋方面に振り向けましょう。まあ、どうしても今だとイギリスの方がアメリカ軍よりも脅威になりつつあるというのが現状なので、で、あとは余った鉄とお金を使ってせこせこ潜水艦を作っていきましょう。潜水艦もね、ある程度まとまった数で運用しないと簡単に沈められてしまうんで、単艦運用するにはちょっと向かないんですよね、潜水艦は。特に基地の防衛線とかになると潜水艦頼みになってしまうところもあるんで、潜水艦の数は欲しいところにはなります。じゃあ鉄がちょっと余っているので、今回はこれで一旦終わりにしてですね、次のターンに進めちゃいましょう。で、それにあたってなんですが、まずは艦隊の再編ですね。第7艦隊と第8艦隊を合わせちゃいましょう。で、艦隊を、まあ、このタイミングでハワイに攻め込まれることはないだろうという目論見のもと、今回は南太平洋を攻略するためにハワイから全艦隊出撃させましょう。このタイミングでハワイ攻められたらちょっとまずいな。でも本当にね、いや、そう考えると第一艦隊残すか、いや、全軍出撃させよう。賭けだな、賭け。
まずは敵の艦隊戦力、空母を含む5隻の艦船、軍艦がアメリカ軍としても展開しているはずなので、これをね間違いなく叩くっていうところからになりますね。で、あとは味方の方は空撃のギリギリ距離まで詰めちゃいましょう。で、夜明けとともに索敵を行う感じかな。敵のね、空母あるいは航空基地から出てくる飛行機には絶対にやられるわけにはいかないので、ここは戦艦と空母だけだな。これだったら十分に味方の潜水艦だけで全艦撃沈できそうですね。あとは逃がさないことかな。いや、さすがに戦艦は硬いな。めちゃくちゃ硬いわ。ここは味方の戦艦部隊の砲撃と空撃隊の攻撃をタイミング合わせて一気に叩きましょう。空撃準備完了しましたね。あとは夜明けを待ちましょう。夜明けを。お、ちょうどいい感じで雨が降ってるな。雨が降ってる今のうちに戦艦部隊で削れるだけ削りましょうね。敵の基地の。ああ、駆逐艦が沈められたか。離脱させたかったんだけどな。だからこそ。
全然雨が止まないまま空撃のチャンスがないぞ。まあ敵もね、全天候型の戦闘機はまだ配備できてないと見えるな。雨が降ってる今だったら確実に戦艦部隊の砲撃で、よし、南太平洋を取りましたね。まあ、ちょっとね、駆逐艦を一隻失ってしまったのは判断が甘かったかな。後方に待機させとくべきだったところかなとは思います。味方は駆逐艦一隻撃沈されてますね。おっと、インド洋に敵部隊侵攻というところか。さてさて、ここは艦隊をしっかり再編しておかなかった自分が悪いな。どうする？今さら再編できないしね。そうなると第2、第3、あとは第5艦隊、まあ、この辺りを出撃させるしかないか。ちょっと待って待って、潜水艦沈められるの早いよ。一隻でも二隻でも沈めて、敵の空母一隻でも沈めてくれ。潜水艦部隊は全滅か。くそー、ここで雨か。味方は空母を一隻も失いたくないんで、
それこそ本当に一石も失いたくないんですよね。まあ、駆逐艦とかは正直どうでもいいといえばどうでもいいんで、いやーちょっとものすごい量の船が出てる分、カクカクしてて何が起きてるかわからないな。14階に一隻羽黒が撃沈されたか。よし、なんとか空母戦艦は持ったんじゃないか。インド洋の激戦、潜水艦1隻撃沈、従順1隻撃沈、あとは駆逐艦2隻と潜水艦5隻か。敵の方はというと戦艦が 1,2,3,4 4隻、さらに空母が 1,2,3,2 隻ですね。ちょっと潜水艦1隻、戦艦一隻取り逃してますけど、まあ十分頑張ったでしょう。なんとかインド洋第1回目防衛できましたね。ちょっと興奮しちゃいましたけども、はい、というわけで時間もいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続きですね、しっかりプレイの方していきたいと思います。でちょっとインドの方はまずは戦力が回復次第アラビアの方に兵を、軍を動かしましょう。今アラビアの方ってどんだけ戦力が残ってるかっていうと、まあこんなもんなんですよね。第2艦隊は完全に壊滅してますと。第4艦隊は今復旧中か。やっぱりでもイギリス軍このアラビア海に戦力集中させてるな。3個艦隊は動ける状態になってますもんね。ちょっと厳しい戦いが続きそうですが、まずはインド洋の艦隊の再編成、日本軍をしていく必要があるかなというふうに思います。というわけで、一旦今回はここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。